大関株式会社は、兵庫県西宮市に本社及び工場を置く日本の製酒製造メーカー。イチゴカップ容器入り製酒の先駆けとして知られる。また最近でもパイオニア精神が旺盛で、多岐にわたる新商品がのを連ねる。企業スローガンは、楽しい暮らしの大関。聖徳元年に、なだい里の一つである今津里で創業。本社は、 兵庫県西宮市今津で在家町にある。当主のおさべ家は、辰馬や、加納家、山村家などと並ぶ伊佐里の旧家で、野号は、大阪や、当主は七代目、以降、文次郎を襲名する。村海戦などの安全を期して、おさべ家が文化7年に設置した今津灯台は、21世紀の、今なお、現役の航路標識として存在している。当初、酒名は、 一万両を落としたが、明治17年より酒名を、大関としている。大相撲の大関が横綱に次ぐ番付であることから、さらに上を目指す意味を込めている。1935年に株式会社、小佐部文次郎商店に、改祖、1962年に、大関酒造株式会社に社名を、変更、280周年を迎えた1991年に、称号から、 酒造を省いて現在の大関株式会社に変更した。1964年に発売が開始されたワンカップ大関は1号カップ容器入り製酒の元祖である。再生期には1秒間に4個売れていたという。CM ソングの酒は大関心意気は小林亜生の作詞、作曲。2005年経営難で民事再生法を申請した。 他門酒造から他門の商標及び製造、販売を譲り受けた。さらに2007年には、聖酒、金貨の醸造元で2006年3月に民事再生法を申請して、経営再建中であった名田酒造を参加に収めた。そして2012年12月に名田酒造の解散により、金貨の商標を大関が取得した。2011年、 ワンカップ大関と、新、丹波が、モンドセレクション金賞を受賞し、以降9年連続で金賞を受賞している。大関総合研究所では、日本酒造りで培った技術をもとにして得た、発酵技術を応用、ヤタラーゼやウエスターゼといった大関独自の酵素も生産しており、そのうち数種類は、国内特許も取得し、ライバル会社、 宝ホールディングスの関連会社である宝売を問え、販売、供与している。創業者は、初代、大阪屋長兵衛。おさべ家当主は7代目、以降、おさべ文治郎を襲名。11代の後、2002年より、おさべ家園石の橋本康夫が、代表取締役社長を務め、2010年には、西川忠史郎が、初の創業課外の代表取締役社長として、 就任した。2017年には11代、文次郎の名、小部邦子が初の女性トップとして代表に就任し、7年ぶりに創業家出身者が社長に帰り咲いた。大関の者も,のもロングセラーのワンカップ、大関大関ワンカップ大関多門金四角良元初、なだ酒かす石鹸平成14酒造年から30酒造年、その他、 声の出演で1985年ののものもの CM のナレーションに当時漫画日本昔話の語り手で有名だった常田藤士を市原悦子が起用されたことがあるなど現在は週替わりが多く基本的にはスポット CM 中心ありがとうございます